都市三里町で唯一の保育園、三里さつき保育園には、0歳児から5歳児の58人が通っています。運営する社会福祉法人ライトは、愛知県岡崎市に本部を置き、固定資産税などの滞納などで、保育所や社会福祉施設、6施設すべてを静岡市に差し押さえられ、園の運営が困難と判断。今月26日に、 保育園の延長を通じて津市に申し出ましたこの運営方針は2017年にも経営難を理由に津市内の別の保育園の閉園を2ヶ月前に通知していました津市は これまでの経過と今後の対応について会見を開き、58人の園児は今年度いっぱいは市内の白山子ども園で来月3日から受け入れると説明しました。1歳から5歳児は三郷さつき保育園の園児の,のみのクラスを新たに編成し、これまでの担当保育士を津市の会計年度任用職員として任用することで、保育環境の変化を緩和する方針です。 また、白山こども園までは送迎バスを運行し今後、津市では保護者に対して市内のほかの園の利用希望の意向を確認しながら利用調整をしていきます。